から来た。こんにちは。こんにちは。今日はあの私がずっとやってみたかった、うん、はい、あのメスティンでご飯を作るっていうのをずっとやってみたくて、はい、今日、はい、ご飯を炊いて、はいはい、おかずも作っていきたいと思います、うん、はい、私メスティン持ってなかったんで、うん、今回初めて買ったんですけど、大阪の梅田の石井スポーツってところでメスティンを買いました。で、あのブランド物とかもあったんですけど、まあ、ちょっとだけお値段高くなっちゃうので、なんだろう、ブランド物よりこっちのシンプルなデザインの方が好きだったので、このタイプを買いました。で、しかも3点セットでこの網とバッグもついてたのでお得かなと思いました。はい、大きさもね、ちょうどいいので、これで私も今日作ってみたいと思います。私はメスティンで、うん、あのご飯を炊きたいと思います、はいはい、白ご飯です、ね、白ご飯を、はい、私は鮭のちゃんちゃん焼きをしたいと思います。はい、でははい、始めましょうか。はい、作っていきます。はい、これ1合分、事前にお米に水を含ませておいたので、ダイソーのメスティンなんですけど、これで1合炊きたいと思います。1合の場合は水が200ミリということだったので、うん、初めてお米炊くの。材料がまずこれ味噌、味噌大さじ2とみりん小さじ2と酒が小さじ2もう全部混ぜてあります。あとこれがカット野菜ですね。もうお好みで好きな野菜を使っても良さそうだったので、今回はキャベツのカット野菜を使用します。で、あと鮭2切れ、あとネギとバターを使います。慣れてるね、こっちの方が。何回かなんかいろんなサイトに30分、うん、強火で20分かしたらいいって書いてたんですけど、うんうん、弱火で15分の方がいいっていうところもあって、うん、まあ、今日は暖かいから、うんうん、弱火で15分してちょっと様子見ていこうかなと思います、うん、アラームしとけばよかった。私は待っているだけです。じゃあ私その間、はい、はい、続きやっていきます。ごま油小さじ1を入れていきます。で、これどうやってやるんでしたっけ、忘れちゃった。つけます、はい、あ、そこだ。あれはしました、シーズニング、うん、はい、お家で時お米の時汁でちゃんと1合とかも書いてる。そうなんですよ、メモリも書いてあって、すごい熱くなってきました。早くせん、いきます。なんか変わりましたか。
ました。お。あ、すごい。これなんか上に置かなきゃいけないやつですか。このまま吹きこぼれてて大丈夫なんだろうか。すみません。いえ。ここだと石を乗せたらいいんだと思うんですけど。それ以上弱くはならないんですよね。均一に焼くのが難しい。ここだけちょっと焦げちゃいました。この辺焼けるのでしょうか。あ、どうでしょう。いい感じかも。ちょっと火力が強いところだって若干焦げたんですよね。よし、で、次が野菜敷き詰めます。油追加します。なんか中がどうなのか。ダメやと思います。はい、だダメです。蒸されなくなっちゃう。内容敷き詰めた後、この上に焼いた鮭を乗せる、お、なんか玉になってます。でしょう、高井さん、ドキドキやん。あ、すごい。溶けてる。溶けてる。すごい、ふかふか。美味しそう。すごい。あ、大丈夫そう。あ、すごい。高井さん、炊けましたよ、念願の。炊けた。うん、お米おいしい。もう食べててください。ご飯だけ。おかずもちょっとだけ待って。あ、そうだった。ん、蒸すって書いてた。本当はひっくり返して蒸さなくちゃいけなかったところをちょっと興奮のあまり開けてそのまま食べちゃいました。こっちも行けそうな気がします。これ中が見えないから OK なのかがわかんないんですけど、行けそう。すぐ取れるのか。お、あ、どうですか。できてる気する。なんか味噌がプツプツになってすごい。なんかグロって。混ぜたら混ぜよう。家でそのまま切れてるやつ。ありがとうございます。10g以上ある。いっぱい乗せましょう。12、3g あるかな。好みだから。お、大きめバター。いいですね。そし
して最後ネギを散らして全部いっちゃえ全部おいしそう。これでご飯がおいしく食べれますよ。わ、いいじゃないですか。彩りもできました。できました。おいしそうにできました。15分蒸らし終わったので太さんの夢の白ご飯、はい、よ、いい感じ。いい匂い。できました。できました。ご飯も美味しそうに炊けたし、うん、ちゃんちゃん焼きも美味しそう。はい、はい、いい感じでできました、うん、じゃあ今からいただきます、はい、いただきます。全然取れなかった。あ、ちゃんとご飯ですよ。ご飯も炊けてる。わあ、美味しそう。美味しそう。もうご飯だけでいけそう。ね。わあ、美味しそう。下が。うんうん。野菜の水分が出てる。下に。うん。メスティで食べてください。メスティ入るかな。ここで、なんか美味しそうに取れなかった。いただきます。どうぞ。うん、美味しい。味がしっかりしてるから、うん、美味しい。美味しい。うん、これはビールがいるやつですね。お腹膨れます。うん、うん、どうでしたか。茹でてくるのは。あれびっくりしましたね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかったです。どうでしたか、初メスティン。はい、なんか。もっといろいろやってみたいなって思いました、ね、思ったよりちゃんと調理できたんで、あと時間も結構早く感じました。うんうん、うん、確かにすぐできたって感じです。で、ね、うん、私も念願の白ご飯炊けたので、うん、はい、これから登山の時はちょっと試したいなって思います。いいですね、はい、結構手軽にできたので、うんうんうん、皆さんもぜひ試してみてください。はい、はい、では、うん、また。